10秒前です。沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。はい、水曜ニエイベイブ沖縄手帳の前城です。はい、おはようございます、手帳編集アシスタントの与那覇純です。FM 宜野湾、FM 小座、FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。聞き手は沖縄留学中の FM 宜野湾、田辺由紀です。今日も沖縄を愛するくぬみっちゃいし、お送りします。さて、今日はお二人、お元気ですか？いろいろ忙しかったんじゃないでしょうか。世界のうちの人だけもありましたしね。はい、皆さん、行きましたかな？行きました。はい、参加もしました。うん、どうでした？いいイベントだなと思いました。最初は始まる前はあまり意味が分かってなかった初めてだったんですけどうんうん、うん、あ、すごいいいイベントだなと思いましたね、うんうん、いろんな交流ができました。あ、よかったね、はい、世界中のうちの人、はい、そうですね、ジェイさんどうでした？私はあの世界のうちの人大会内のイベントのエイサーエキスポという、エイサーの大会に、うんうんうん、出場しまして、うんうん、でまたそれと続けて閉会式でもこのエイサーのもう全員演舞というのがありまして、うん、そこでも閉会式のフィナーレを飾らせていただきました。閉会式ずいぶん盛り上がってみたいですね。ものすごかったですね、人も。へえ。まあ私の方はですね、あの前夜祭のパレードを見て、うん、2日目にセルラースタジアム行って、うん、ちょうど NHK の、 あのキンクルールの特集やってたんで、うん、の生中継に参加をして、日曜日は首里城祭りを見に行きました。はは、うん、でもあっという間でしたね。そうです ね、うん、ねえ、もうぼちぼちあと何日かで帰られたりする方多いんですかね。うん、長い人は1、2週間ぐらいしばらく残ってる人もいるんですけどもね。ただ沖縄のマスコミ、新聞はすごい報道量があったんですけど、うんうん、あのテレビはですね、全国中継が多くて、地元のローカルニュースがとても少ないなと思いましたね。そうなんですね、うん、またあの全国ネットでのニュース取り上げがとても少なかったような感じがして、ね、そうですね、それは聞きました。いや、うん、やっぱりね、地元のマスコミに頑張ってもらっていかんなと思いますね。地元の特に電波ですね、テレビ、こういう時にね、あの、うん、自主放送しないといかんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ、はい、始めていきましょうか。そうですね、はい、さてこの番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。1、今日の暦、2、沖縄で今週行われる今週のありくり、3、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げていく沖縄の今日の出来事、そしてジンの内縄口講座などがあります。ぜひ12時までお付き合いください。はい、ですね、まあ、実はあの先週番組終わった後で3名そば食べながら少し話しましてね、うん、あの番組の構成会議をしまして、ね、はい、変えていこうかなと、はい、あの毎回時間が足りなくなって、うん、そうそうそう、もう最後がカツカツになって ね、 せっかくぎゅうぎゅう詰めだったんで、ね、はい、もうちょっとゆとりあることをやろうかなということで番組構成を少し変えていますんで、はい、まあ、ご意見あれば聞かせていただきたいなと思います。そうですね、ツイキャスとかユーストリームもやってますので、あのもう少しこの取り上げて皆さんのね、あのメッセージも読む時間ができるかなと思いますので、うん、ぜひご参加ください。
沖縄手帳発行人の時間では皆さんからのメッセージ質問リクエストお待ちしております。メールアドレスお願いします。はい、ローマ字で沖縄 OKINAWA 手帳 TECHOU 沖縄手帳 @gmail.com までお願いします。またユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので気軽にツイートしてください。またサイマル放送も聞けます。リッスンラジオで聞けます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間、この番組は丸政印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。今日の声に今日はかな、はい、じゃあ今日の声にを入っていきたいと思います。早いもんでもう今日は11月の1日です。火曜日大安、旧暦は10月の2日、日のといいです。で晴れの確率は 63% で大潮ですね。潮の満ち引きは、13時50分に干潮70センチです。で19時40分に満潮203センチとなっています。で今日はですね、いろんな出来事があった日なんですけど、後でご説明しますけど、青森の日が今日です。それから日本最初のファーストフード店 A&W1 号店がオープンしたのも1963年の今日、 OTB が開局したのは1959年の今日、それから美ら海水族館がオープンしたのも2002年の今日です。あと歴史家の東新潮氏が亡くなったのが1977年の今日、イハフユの後継者と言われた方ですね。それから県立博物館美術館がオープンしたのは今日2007年ということです。沖縄気象暦では、実は11月の1日から晩秋に入ります。昨日までが秋で、晩秋が12月1日までということになって、秋がだんだん深まってくると。まあ、本来この頃はですね、気候が急降下を始めまして、次第に肌寒さを感じる季節になるということなんですけど、今年はですね、歴史的な暑さが続いています。まあ、平年は今の季節は25、6度なんですけど、天気予報では、28度か9度ぐらいまで行くんじゃないかなということで、やっぱり今年は暑いんですね。まあ、それでも風とか見ると本当に秋風が吹いてきて、そろそろ冬が近づいてきたんだなっていうのが実感される頃じゃないかなと思いますね。はい、私ですか。そうですね。世界のうちなんちゅ大会がありましたけれども、でいいんですか。はい、さっきね話しちゃったんですけどね、10月30日が世界のうちなんちゅの日に制定されたということでね。これも制定宣言みたいに聞いてたらすごいですね、とても良かったですね。アルゼンチンとペルーの方が提案をしてということですね。だから沖縄で決めただけじゃなくて、世界の各地でその世界のうちなんちゅの日のお祝いをしてもらえればなと、いいことですね。いやいや、どうでした、現場にいたの感想は。で実はその閉会式私参加したんですけれども、その宣言文が読み上げられてる時も実はもう舞台のそばで、沖構えを見ながら聞いていたんですけれども、もうペルーとこのアルゼンチンの代表者の方々がスピーチをしている中で、もうスピーチが終わるたびではなくて
一文一文のたびに大きな拍手が起こっててですね、うんうん、もうなかなかスピーチが終わらない状態で、うんうん、一言区切るとしもう呼吸つくたんびにもすごい歓声が起こって、うんうん、もう感動的でしたね。とっても記念すべき日になったなと感じました、うんうん、そうですね。私は閉会式行けなかったんで、あの YouTube で見ましたけど、うんね、あのほとんど中継でやってまして、うんうん、とても良かったなと思いますね。うん、今の宣言の最後の方でも、今日10月30日を世界のウチナーンチュとし、この誇りを我々ウチナーンチュの魂に刻み込もうではないかとか、で知事がここに誇りを持って宣言します。今日は世界のウチナーンチュの日ですと言いまして、おめでとう世界のウチナーンチュ、一平二平デイビル、サンキュー、ベリーマッチ、ムチャスグラシアス、ムイト、オブリガード、チバラナヤハサイタ、終わってまして、うん、あのいろんな言葉で県知事が締めくくってましたね。うんうん、海外から来た人は、まあ、大きな暑いねって言ってましたね。気温がですか？気温が。チムググルガですか？両方か。両方ね。両方暑いし。まあ、そういえばちょっと季節なことで今思い出したんですけど、うん、あの本土だとこの頃に暖かくなると小春日和っていう言葉があるんですよね、うん、あの春が来たような暖かさっていうのが秋の暖かい日のことを言うわけですね。あ、そうなんですか。はい、うん、大和ではですね、うん、ところが沖縄ではそれはちょっと合わないです。春が来たような形じゃなくて夏が戻ってきたような暑さなんで、沖縄の沖縄気象暦を作った方はこれを小夏日和というふうに言ってまして、うんうん、まあ、定着させてもいい言葉じゃないかなと思っています、うんうん、暑いですね。まだ 暑さが続いてます、うん、はい、次行きましょうか。あ、はい、あの私もいろいろ言いたいんですけど、はい、はい、はい、失礼しました。島言葉片やびら世界大会のお芝居とかスピーチ大会があったんですけど、うんうんうん、世界のうちなんちゅうの、 あのいろんな国の方があのうちなぐちでスピーチされてて、うんうんうん、もうすごい流暢で、うんうんうん、すごいもう熱い思いが皆さんあって感動しました、うん、本当、はい、いや僕ね、あの前夜祭のパレード見ていてもね、うん、僕最初の方だった朝との方で見てたんですよ、うん、そうしたらね、最初の方にやったら得するんで、あのお菓子類たくさんもらいましたね。あとかあの国旗の小旗ですね、うん、アメリカ、カナダ、ペルー、あと一か所どっかもらいましたね。うん、多分終わりの方の人にはもうお菓子ないんじゃないかと思いながらたくさんもらってましたけどね。でそこでお年寄り、海外のうちの人たちが方言で話しかけてくるんですよね。一平二平デビルとか、うん、でこちら側からまあ、おかえりなさいとか、人工から習ったあの方言を言おうとするんですけど、うん、やっぱりなん か感動があってね、うん、あの言葉に詰まってしまうんですよね、うん、で一緒に行った人聞くとみんなちょっとなんていうの、泣きそうな感じになっちゃってた、うん、なかなか言えなかったというのを話してましたけどね、うん、まあ後では皆さんあのそういうあのおかえりなさいということで口々に挨拶してましたけどね、うん、で隣にいるおじさんがペルカどっかのおじちゃんで、あの足が痛いんで行列にパレードに参加者で見ていたんですよ、うん、そしたらパレードの人たちが方言で、うん、あんた何してるんだ一緒に行きなさいとか、ね、お部屋は下が痛んでるからここで休むんだとか行くと方言でいろいろ話してましたね、それがね普通に出てるところがなんかね、うん、なんかこの期間あちこちで普段いるうちなぐちを耳にする機会があった気がします、ね、でそれもふたうちなんちゅうからもそうだけど、このペルーとか、うん、あのブラジル人家の口から聞くとなんか不思議な感覚で、で私歌民謡とかあの踊りとかで、うんうん、あのやったらやっぱりすごい歓迎して見てくださるのが分かったし、昨日もあの一つ歓迎会行って歌ったんですけど、カチャーシー自分やってその目の前で踊ってくださったのがすごいもう本当になんか昔のやり方っていうか、もうすごい至りついた感じの踊りで感動しました、こっちも、はい、やる側も、うん、はい、はい、前夜祭のパレードの時から、うん、手を挙げて5年後にまた会いましょうねとか言ってまた始まってないのなと思いながらね、うん、はい、じゃあね、一応フィナーレも終わってしまいましたけどね、うん、まだしばらくいろいろ各地域であるかもしれないですね、はい、そうですね、今度会ったらちゃんとお帰りなさいって方言になるんですか。そうですね、ムルティメンソーチムルティメンソーチと言ってみたいなと思いますね、うん、はい、ムルティメンソーチがもう普通に通じると思います。はい、はい、本当です、うん、はい、そんな感じがしました。はい、それでは次のコーナーに行きます。
はい、2017年度版沖縄手帳が発売中です。はい、実は11月は沖縄の手帳を使おうよというキャンペーンをやっております。はい、これは沖縄県で作られている手帳、まあ、県産手帳というんですかね、を作っている4社が一緒にやってまして、うん、私どもの沖縄手帳、コンベンションビローが出している沖縄リゾートタイヤリー、それから東洋企画さんのかりゆし手帳とか、沖縄共犯の沖縄ダイアリーなど、いくつかの会社が集まっています。主な沖縄のところはこの4社らしいんで、この4社が一緒にキャンペーンやろうということでやっています。うん、まあ、ライバルですから、お互い本当は競争するんですけど、うん、沖縄の人は沖縄の手帳を使ってもらいたいと。うん、ということで、じゃあ一致団結しましょうということで呼びかけるということになってます。うん、いいですね。うん、まあ、沖縄には独自の文化歴史がありますんで、うちなんちゅうがなぜ大和の手帳を使わないといかんのかと、うちなんちゅうは沖縄のうちなの手帳を使おうという呼びかけをしてます。うん、そしてその中で、うん、11月3日の午後3時から純駆動那覇店で沖縄の手帳を使おうよというトークイベントがあります。あさってですね。あさって、はい、うちな漫画家の桃心さん、ガジュマルファミリーを琉球新報に連載している方ですね、とか稲福正成さん、これ沖縄の伝統行事に非常に詳しい方なんですけど、この方だとか、沖縄の郷土出版物について非常に詳しい宮城和春さんとか、まあ、そういう方が集まってトークイベントをするってことになっています。まあ、そこで沖縄手帳、沖縄県産手帳が買われるといろんな、プレゼントがつくらしいですので、ぜひ参加していただければなと思います。うん、FM 那覇の方はで聞いてる方はすごい近くですよね、純駆動。そう、目の前ですね。はい、目の前ですね。さて、私どもの沖縄手帳の来年度版では、はい、約70件の沖縄独自の沖縄の記念日を掲載しています。うん、で、先ほど出たように10月30日、これはもう真似はないんで、次の沖縄手帳から掲載をするということになります。で、今日の出来事、約900件も掲載をしています。毎日めくると新しいことが分かると思います。うん、そして毎年ですね、手帳の裏側にアールブリッドって言いまして、障害者の方々の芸術作品、これを載せてるんですね。はいはい、で、今年は山口那智さんという方の、これちょっと見えるかな、花という書道作品を載せてますので、これもぜひ見ていただきたいなと思います。はい、なんか本当にこの字は本当に字っていうより本当にお花みたいな感じがします。このなんか派手な花じゃなくて、ちょっと野の花みたいなのが揺れてるみたいな感じがします。いい表現しますね。さすがですね。いや、最初ね、この作品を見た時に、じゃあこれ載せようと思って本人にお話しに行ったんですよ。私もイメージ的にはとてもね、繊細な女性だと思って会いに行ったら、1メートル80を超えて体重も100キロ近い22かな、の男性でしたね。でもとても勢いのある字も書くんですけど、またこういう繊細な字も書くんですね。で、実はこの字はですね、彼が高校生の時に確か書いたのが最初らしいんです。この花手字を書いて、それを書道の先生が見てですね、これ先生というよりも通信教育で指導してる先生なんですけど、彼が見てとても褒めたらしいんですね。素晴らしいと。で、それから彼は、山口さんはこの花手字はずっと今でも書き続けているんです。で、それ以外にもたくさんいろんな作品書いていて、周りの人たちはできればプロのね、書道家にしたいなという気持ちがあるらしいんです。で、彼は、高機能自閉症という特徴を持ってまして、対人関係のコミュニケーションはとても苦手なんですけど、とても優しいんです。それとびっくりしたのは、漢字を読むのが大好きと。新聞は隅から隅まで読むし、広辞苑ですね、分厚い辞典ですね、あれを読み潰したと。ボロボロになるまで読んで3冊本をボロボロしたということですので、まあ普通の我々よりは漢字のことはとても詳しいという方です。で、なぜ沖縄手帳にこういう作品を載せているかというと、こういうアールブリッド、障害を持っている方の作品は共通しているのはですね、自分をよく見せようという気持ちは全くないんです。
そしていずれもとても優しいんです。だからそれが見る人に対してね、安らぎを与えてくれるんですね。なんか手帳は1年間持ってますんで、毎日これを作品が見てですね、少しホッとできるように、一番開きやすい最後のページに載せてますんで、本当ですね。手帳も買ってですね、1年間これを開きながら、いい年にしていただければなと思います。そうですね、癒しですね、はい、ちょっとね、はい、ギスギス忙しい時とかに、はい、ふと目に留まるといいかもしれない、そうですね、はいはい。そしてあとですね、そういえば何でしたっけ、シールがなんかこう剥がせないの、買ってきた時に貼ってあるシールがこの商品で剥がしにくい時あるじゃないですか、うん、で沖縄手帳もね、この前帯が表紙に貼ってあるんですけど、これの剥がし方をね教えてくださいましたよねそうですね、ハンディサイズの黒の方がですね、少しノリが強いなという印象があって、スムーズにシールラベルは剥がせなかったりですね、剥がした後でちょっとノリが残った感じがするというのがあるんですね、うん、これは他の商品買った時でも値札表を外すと後ろ後に剥がした後にこうベトベト感が残るというのがあるわけですね。でどうすればそれがきれいになくなるのかというのをいろいろ調べてみて、一番簡単なのはもちろん専用のダブル剥がしスプレーみたいなのやってるのもきれいに取れます、うんうん、でも試して一番良かったのはスキンミルクですね、うん、スキンミルクを剥がした後のぬめぬめ、のりの残っているところに貼って拭き取ると、うん、もうとてもきれいになります、うんうん、ハンドクリームとかね、家にあるものでやるときれいになるということです。だから皆さんいろんな買った時に値札を貼ってまだベトベト感がある場合はお手元のスキンミルクとハンドクリームを試してみるととてもきれいになりますよ、はい、ということですね。生活の知恵ですね。生活の知恵ですね、はい、でこのね番組聞いてくださってる方にプレゼントもしていただいてるんですけど、先週まではクイズで答えていただいた方に送らせてもらって、はいはい、番組で紹介してない方も発送したりしてますので、うん、お楽しみにお待ちください。で今週はクイズはないので感想を送ってくださった方の中からプレゼントしますので、ぜひ何か送ってください。ぜひお願いします。はい、海外から来てるうちランチの方には優先して送りますんで。あー本当です ね、はい、聞いてくれてると嬉しいですね、うん、はい。ツイキャスレナさん、おはようございます。おはようございます。はい、カズさん、初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄で、はい、はい、沖縄手帳編集しているお二人が番組をしておられます。はい、それでは次のコーナーに参りたいと思います。ゆきの聞きたいこと、ゆきの聞きたいことコーナーです。沖縄出身ではないので、この今更こう沖縄では常識かもしれないですけど私が知らないことというのはたくさんありまして、それを聞いてみようというコーナーでございます。手帳の中からこの11月1日あたりでちょっと何かなってわからなかったことなどを聞きたいと思いますが、11月3日のところに首里城復元というふうに書かれているんですけれども、うん、はいはい、その前っていうか、うん、これ何回目の復元っていうか、まあ首里城は2回か3回ほど火災にあって焼けてるんですね、うん、あでこの復元は1992年の本格的な復元で、うんうんうん、復帰20周年記念事業として行われてるんですね。あそうするとじゃあその前は何があったのということになるわけなんですけど、うん、実はその前は琉球大学のキャンパスがありました。あ、首里城でもなく大学のキャンパスがあった時がある、はいはいはい、あ首里城の後の小高い丘の上には琉球大学があったわけですね。これは米軍統治下の時にできましたんで、うん、できた時は琉球政府立琉球大学でした、うん、で復旧1970年になっちゃうと国立琉球大学に変わったわけですね、うん、でその後キャン
キャンパスが狭いっていうことで西原町の千原地区に移転したわけです、ね、うん、はい、でその後に何をしようかっていうことで昔から念願のあった首里城復元をやろうじゃないかという話が、昔から首里城があった場所ではあるんですか。そうです。あ、はい、だから、はいはいはい、じゃあ元に戻って琉球大学できたのはこの米軍統治下なんですね、うん、じゃあ戦前はどうだったかっていうとここは日本軍の司令部があったんですね。うーん、ですから首里城の地下に今でも陸軍司令部の地下壕跡が残ってます。うーん、それで沖縄戦の時に何しろ軍の司令部があったわけですから、あの首里城はもう標的になりまして徹底的に爆撃されたり艦砲射撃されたりしてもうこっぱみじんに亡くなってしまったんですよ。え、その壕があった時も首里城の何かは建ってたんですか。うん、首里城 の, あの本殿の古いやつは建てたみたいですね、うん、はい、そんなところに司令部にする石垣とか、それはそうですね、あの琉球処分の時もあの日本政府はそこを接収しまして、うん、熊本近代の駐屯所、軍隊の駐屯 所,、うん、所にしてしまってるわけですね、うん、だから明治以降は大体軍隊が使ってきたという流れになるんです。うん、まあ、それであの首里城復元規制会というのができまして、あの沖縄の人たちの長い間の念願だった首里城を復元したいということで交渉が始まったわけですね、うん、でその時に実はあの随分沖縄のために頑張ってくれたのが山中貞則さんという、うん、まあ、年配の方はご存じだと思いますけど鹿児島選出の国会議員がいまして、うん、まあ、山沢さんとか定則さんとかいるんですけど沖縄のために随分頑張ってくれた政治家がおるんですね、うん、彼が大蔵省に掛け合いましてこれは国のお金で復元しろと言ったわけですね、うん、でその時の言い分が、首里城があの壊滅したのはここに軍隊陸軍の司令部があったからだと、うんうん、それであれば国の予算でこれは直すべきじゃないかと、うん、復元すべきじゃないかと、それは義務だということで言ったわけですね、うんうん、でその結果できたのが今の首里城の復元ですね、うん、これは11月3日に完成してますけど、うん、実はあの着工式もその3年ぐらい前かなの11月3日に行われまして完成も11月3日文化の日にできたということなんです、うん、ただ国の予算もあの大蔵省もかなりケチなもんで、うん、山中貞則さん の, あの戦争で亡くなったから国が責任を持って復元すべきだということに対してじゃあ分かったと、じゃあ戦争前までで復元しましょうということを言って、実は戦争の前にはすでに亡くなっていた建物がたくさんあったんですけど、うん、そこまでは復元しなかったというようなおまけがついてるんですね、うんうん、だから復元できたのは当時 の, あの首里城の元の3分の1ぐらいの大きさらしいんです。あ、うん、であ、じゃあ今あるのはってことですか。はい、首里城、うん、そうそう首里城に国の20周年次元で首里城が復元しまして復元の時のより倍ぐらいになったかなと言われてますけど、うん、あと 1.5 倍ぐらいの大きさがあるんじゃないかなと言われて、うん、まだあの、うん、復元工事は続いておるわけなんですね。ああ、じゃあなんかいずれ全貌が見れるんですか。これはねまだ予算がついてないですけど、ね、少し少しずつやってるような感じなんですよね。ぜひこのちゃんとした大きさで見てみたいですね、うん、見たい街同士。そうですね、ただこれがね本当はうちなんちゅうからするとあの公園であるっていうのはおかしいんですよねと思うんですよ。まあまあ、うん、確かに国立公園の中にあるんだってこれ公園じゃないだろうと、まあ信仰の対象でもあったし歴史的な建築物だったから、うんうん、別の見方すべきじゃないかなと思うんですけど、うんうん、今国立公園になってますね沖縄国立公園で、これは海洋博と首里地区と2つあると、うんうん、いうことになってます。実は前回私のところもあのアメリカに住んでるうちなんちゅうから手紙が来ましてですね、はい、でミネアポリスに住んでるって名前と住所は書いてなかったんですけど、うん、こんなこと書いてありました。はい、ハイサイアメリカに住んでますが毎年弟に沖縄手帳を送ってもらってます、うん、沖縄のことがよく知れてとても嬉しいです。中城城を沖縄の人で建て直そうではありませんか。毎年1軒から1万通集めても相当なお金になりますし大和にいる、アメリカにいるうちなんちも応援しますよと。琉球王国を支えてきたのは沖縄の人々だと。沖縄に戻ってくるべきだと思いますよ。どう思いますか
という手紙が来たことがあります、うん、でミネアポリスの決心がありまして、うん、やっぱり海外の人たちが見るときに首里城はとっても大きなあのシンボルで、うん、心のふるさとなんですよね、うん、でそれが国がする公園だというのはどうも納得がいかないというのがまだあるんじゃないかと思うんですよね。でこれさらに持っておくとですね、私あの覚えてまでも覚えてるんですけど、あの復帰20周年で首里城を復元した時にですね、時の王家につながっている人たちの家民中、うん、聞こえ大組とかそういう人たちが来てここで右岸をしようとしたんですね、うん、そしたら首里城公園の人たちがそれさせなかったんですね。あら、ここは公園だからダメだって、うん、え、あ、だからそういうふうな信仰の対象物と要は、うん、あのまで持っていかないと沖縄の人たちのここのふるさとにはなかなか慣れない感じがあるのかなという気はしますね。あ、そうなんですか。あ、なるほど。公園でいいのかというのはそういう意味か、はい、私は本来のそういうこの廃所としても使われているのかと思ったんですけど、それは今、はい、うん、はいはい、あの国立公園はなるべくそれさせたくないみたいなんですね。あ、そうなんですね、はい、だから面白いもんで、我々が僕も琉球大学にいたんですけどね、その時首里城にキャンパスに行きますと、うん、あの首里城跡の碑っていうのがあったわけです、うん、で今行きますとあの琉球大学の碑っていうのがあるんですよ、うん、琉球大学の跡地っていう碑が、はい、でそれからその批判の滝からあの竜炭駅の方に降りていくと、うん、今度は日本陸軍第36軍の司令部の号の跡の碑っていうのがあります、はいはい、この3つの後の日を見てみると、まあ、面白いかなと思いますね、うんうんうん、歴史が分かると思います。うん、わあ、首里城のことはもういろいろ聞いたらどんどんまたなんか疑問が出てきますね。はい、切りがない、はい、まずは見に行きましょう。はい、はい、ではゆきの聞きたいことコーナーでした。次のコーナーです。ちね、くにんわしゅん、ジンのうちなぐち講座。ならしとらし。はい、ぐすよ、中華なびら。先週や世界のうちなんちの面相チャル、土地、チコール、あの、ムドティ面相地、そういう人たちが、うん、あの、お帰りなさいでしたね。チュンクリまた、あの、投げくと、あの、いちゃえびらん、ジュヌチャーと、あの、いちゃる土地、チカエル、お久しぶりです。クリ。ならさっていけやんちゅうむやびん、ミードゥーサヌとかですかね。そう、ミードゥーサヌ、よく聞く言葉もありますね、うんうんうん、まあ、ミードゥーサヌは一番ポピュラーだと思いますが、うん、それ以外にもいろいろ表現が実はありまして、うんうん、まあ、ミードゥーサヌとか、まあ、ミードゥーサイビンやとか、うんうん、でアンシミードゥーサヌとかっても言いますが、ナゲーサイヤーサイっていう言葉も実はよく使われております、うんうん、まあ、英語でも実はお久しぶりですに直訳できる言葉はないってよく言われてて、うんうん、実はうちにも実は久しぶりというあの直訳できる言葉がなくてですね、うん、英語だとロングタイムノーシーとか、うん、It's been long time とか、うん、長いこと会ってないとか見てないっていうようなあの表現になるのと一緒で、うちなぐちでも長いさやいびんや、もう長いこと経ってますねみたいな感じになったり、で、あの、もう本当に、ま、お久しぶりです、本当にあの、なんだろう、そのままで投げイチャヤビランタインや、うん、もう長いこと会ってないですねっていうような表現がありますね、まあ、どれが一番いいとかあの適してるかっていうのは、まあ、その使い分けにもよるんですけれども、うん、まあ、ミードゥーサヌって言ったらちょっとあの、まあ、フレンドリーな感じになりますね、うんうん、友達同士だとミードゥーサヌとか、うんうん、あんまり目上の人には言えない、ね、言わないですね、うん、目上の人にはやっぱり投げエサヤイビン、投げエサヤイビン、投げエサヤイビンや、あれか、お久しぶりも目上の人には言わないですもんね。そうですよね、それと同じ、ご無沙汰しておりますですよね。ミドゥさんって言うとね、お前最近顔出さないなっていう感じがあるんだね。ちょっと軽い感じになります。間違ってはいないんですけれども、うん、だからぜひあのもう目上の人、もしくは初めて会った人で相手が年上かどうかも分からなければ、あの確実にあの投げ餌やいびんやって言った方がいいかもしれません、うん、投げ餌やいびんやーさい、女性であれば投げ餌やいびんやーたいですね。まあ、だけどあのこの同じ投げ餌という言葉を使っても、友達同士であれば投げ餌やというふうに短く、うん、何が長いのかなって思う何が長いのか確かにね投げ餌や、投げ餌やさいって言葉があります。ミドゥさん、あるいは投げ餌や、うん、この2つはまあうまく使い分ければあのちょっとうちの口分かるっぽく感じられると思います。というわけで今日は投げ餌やいびんっ
ということで、お久しぶりですと教えました。じゃあ皆さんで一緒に投げ餌やいびんを言ってみましょうか、うん、せーの、投げ餌やいびん。はい、お久しぶりでした。はい、ニフェレビル。イリエンさん、なるほどって来てます。どの首里城の話のところかな、どのタイミングか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、内名口ね、いい響きですよね、うん、はい、少しずつ覚えていきたいと思います。それではここで1曲お届けしたいんですけれども、世界の内名口大会にやっぱりちなみまして1曲お届けしたいと思います、うん、はい、この歌は南米でも大ヒットしたということで、あ、でいいですか、うん、はい、まあ、あのペルーの3世のアルベルト・シロマさんの歌ですね、はい、閉会式でも歌ったんだよね、うんうん、沖縄ミヤモレ。はい、ではお聞きください。今の投げ餌やいびんやは元部でも通じるんですか。元部か、元部は中部では通じますね。中部で、中南部では、うん、元部か、まあ、通じはすると思います。もしかしたら元部の、あの言い方はあると思うんですけれども、投げ餌やいびんだったら通じはします。イントネーションが違いそうですね。そうそうそう、それはもうどこ行っても分からない。なげさやいびんみたいな、ね、そういう方言あったりとか、人が行くところだと通じるのね、うん、通じると思います。向こう独自のまた言い方あるかもしれませんけど、北部の方まだパピプペポ発音が残ってる地域もあるっていうから。あ、どこですか。北部の方が。あ、CM なんですけど、今 の, あのことを 言います、ラジオ放送でも、ツイキャスの。じゃあ、あ、この元部で通じるんですかっていうの。
アルベルト白間さんの沖縄ミヤモーレを聞いていただいています。キキマルさんからツイキャスで先ほどのジンの内縄口講座に出てきました投げ餌やいびんやは今の言葉例えば元部でも通じますかと質問が来ておりますが、はい、まあ、沖縄地域によって全然言葉も違ってくるんですけれども、はい、まあ、北部は北部で向こうの表現言い方があるかもしれませんけれども、うん、聞く分には通じると思います。というのも私が教えているスイナファクトゥバ、まあ、シュリナハ、この中南部で使われている言葉というのは芝居言葉としても使われていましたので、うん、まあ、当時もう、うん、芝居を見に行った人たちというのはもうそれがまあ、まあ、なんていうか標準語的な感覚になっていたと思うので、うん、聞く分には通じると思います。なるほど、はい、浦添の方が名護の言葉はすぐに分かると言ってました、うんうん、私にはさっぱり違いが分かりませんってそうですね、内名口に限らずこの日本語で話しててもこのなんてイントネーションが、うんうん、全然違いますので、あるみたいですね。すぐ分かりますよね。分からないですでもちょっと分かるようになってきました。うん、うんうん、もう北部どころか沖縄市小座の人でも那覇から聞いて、うん、那覇の人にとっては分かる、小座の人だなっていうの分かりますもんね。へえ、なるほど、面白い。あとイリエンさん、沖縄手帳ねって、はい、沖縄手帳の番組をやっておりますはい、この番組は丸政手帳の提供で、丸政印刷の提供で、はいはい、混ぜてしまってお送りしています。 CM の後はメインのコーナーです。マルマサ手帳じゃあ自己紹介からいきます、はい、沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。沖縄手帳発行人の、はい、前城です。編集アシスタント与那覇仁と沖縄留学中のユキが FM 宜野湾のスタジオより生放送でお送りしています、はい、FM 小座 FM 那覇でお聞きのクスーヨンユタサルグトゥニゲーサビラ、メッセージお待ちしております。今日はなんとね、メッセージに送ってくださった方からプレゼントもありますので、沖縄手帳がもらえるということで、はい、はい、ではアドレスお願いします。はい、メールアドレス OKINAWA 沖縄T-E-C-H-O-U 手帳う沖縄手帳う @gmail.com までお願いします。はい、沖縄手帳@gmail.com までお待ちしております。それではここ1週間の中から面白い今日の出来事を紹介していただきます。沖縄手帳をお持ちの方は今週のページを開いてください。はい、11月1日いろんなのがたくさんあるんですけど、はい、青森の日ですね、これをちょっと紹介してみたいと思います、はい。沖縄県の酒造組合連合会っていうのがありまして、そこが、平成元年1989年にこの日を青森の日と決めました、うん。まあ、青森製造が最盛期に入って青森が美味しい季節になるっていうことなんです。だけど実は私ちょっとこれについてはね疑問がありましてですね、うん、その2年前の1987年なんですが、うん、日本酒造組合が本格焼酎の日としてこの日を定めたんですよ。焼酎？焼酎の日に、うん、で焼酎の新酒がですね、仕入れてお酒を仕入れてこの頃になるとその焼酎の新酒が飲めるということで、うん、本格焼酎の日になったわけなんですね、うん。
どうもそれと同じ日に無理してこぎつけたんじゃないかなというような疑いを少し持ってはいるんですよ、うん、ただ今日本酒造組合のホームページを見ますと、うん、あの本格焼酎と青森の日っていうふうになってます、うん、であれば青森も別にあのその本格焼酎の日に合わせなくて別の日を作ってもいいんじゃないかなと、うん、その方がすっきりするんじゃないかなという気はいたしています。もうまず青森は焼酎なんですか？青森は焼酎の中に入るわけですね。あ、はい、焼酎おつるいに入るということです、はい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 、でもさっき多分今日の新聞にも載ってたと思うんですけど、青森は連続11年間売り上げが減少してるんだそうです。青森バナナが進んでいるということなんですね。そんな中で明日あの面白いイベントがありますね、うん、青森1万人乾杯実行委員会がですね、うん、明日の午後8時に那覇のいろんな飲み屋さんで、うん、青森で乾杯しようと、うん、いうことです、明日の8時いいの青森乾杯これをぜひやってみてください、はい、さて戦争で青森業界もほとんど壊滅をしまして、その中からようやく生き延びてきたんですけど、戦後はですね米軍統治下ではあのお酒はフリーで 税金なしで入ってきますんで、うんうん、スコッチウイスキーだとか世界の一流のお酒と競争になったんでとても苦しかったんですね。であの頃は我々もジョニー・クロードとかオールドパーとか、うん、とてもいいお酒を飲んでたんですよ。東京ではとても、ね、飲めないようなお酒なんですね。まあ、余談ですけど田中角栄さんがジョニー赤を周りに配っていたために聞いて、うん、ジョニー赤って言うと安物じゃないかなんでジョニー黒を配らないんじゃないかと思ったりしたこともあったんですね。へでも復帰しまして青森の質がぐっと良くなって、うん、今はどこ行っても青森の方が圧倒的多数派でウイスキーのものは非常に少ない、うんうんうん、というふうになってますね。そうですね。実は私の友人がですね最近あの君種類や名酒青森青森散策という本を出したんですよ、うん、これをいただいてきたんですけど めくっていったらちょっと面白いエピソードがありましてですね、うん、彼がある時ですね、一斗瓶2つ注文したらしいです、うん、でそれが届いてニコニコしてたらしいんですけど、うん、奥さんがその値段を聞いてびっくりしたらしいんですよね。一斗瓶って一斗亀、はい、実書瓶、はい、一緒瓶が等入るわけですね。ああはい、その亀です、はい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 、なんとそれが9万円だったんですよね。9万円で奥さんには内緒で買ったわけですね、うん、で奥さんが怒り心頭に走ってあんたはね青森の店でアル中になったんじゃないかということでハンマー持ってきて亀を壊そうとしたらしいですよ。怒って、で私の友達はそれをねかばってですね、うん、いやいや酒が悪いんじゃないんだと自分が悪いんだと叩くんだったら俺を叩いてくれって言ってその亀を守り通したという話をしてましたね。いやお酒のもの大変だなと、うん、でその友人がいやこんな酒もあるんだよというのを見せたのがですね母ちゃんが怖くて酒を飲めるかという青森があるんですよね。だからいろんな青森があるということなんです。これ何クースだからそんな高いとかですか、うん、珍しいからです、うん、あのね新酒とクースがそれぞれ1頭ずつ入ってたらしいです。でも高いのはもっと高いですよ。あ、そうなんですね、まあ、さっきあの首里城の話をしたんですけど今年の4月から首里城に酒蔵これあの神蔵銭蔵って書いてるんですけど、うん、これがあの再建されたんですよ。で4月から入れるようになったんですね、うん、で青森が好きな人は大喜びで昔はここに首里王府のお酒が大量にあの貯蔵されてた場所なんですよ、うん、行ってみた私も行ってみたんですけどがっかりしたのはそれは単なる休憩所なんですね。昔は酒蔵だったんですけど、うん、今は単なる休憩所として、うん、あの再築されてるということで、うんうんうん、やっぱりうちのあの首里城には似つかわないなという感じがしたわけですけど、うん、あお酒を置かなかったらただの空間ですからね、うん、ただの休憩所になっちゃってるんですよ、うんうん、だからまだまぶいが入ってないのかなということがここら辺なわけですね、うんうん、でそこにじゃあどれぐらいお酒があったかということなんですけど中国から殺風視察団が来るとですねその間に400人から500人半年間、うん、その時にその間に飲んだお酒が246石で一升瓶にすると2万4600本飲んだらしいんですよ、うん、すごいですから殺風視を迎えるためにはこれだけのお酒を貯蔵しないといけないんですね、うん、で空腹が美味しいっていうのはその時は言われてますから、うん
あの生半可な努力じゃないわけですね。とてもいいお酒がたくさんあったと思うんですよね。でその中にはあの300年もの空室まであったって言います。300年、ね、100年意味がわからない。すごいですね。蒸発してなくなりそうですけど。それは湿気といって新しい酒を継いでいくんですよね。すごい。あ、はいはいはい。だから一番最後の少年王の四男坊の小順男爵っていうのがあの東原農園やってるんですけど、彼は200年もののお酒を持っていたんですよね。だからそれとの戦争でほとんどなくなってしまったわけなんですね。まあ元に戻って首里城に復元されたあの青森の貯蔵庫の銭蔵、残念ながら青森とは関係ない施設になってしまったんですよ。だから青森業界の人はぜひ頑張ってですね、あの美味しい青森、美味しい空室をたくさん作ってもらいたいなと思います。でもこうなんか気温とか湿度とかはちょっと分かったりするんですかね、この貯蔵に適してるみたいな。はい、これ結城さんが言ったら今一応青森業界非常に大きな問題になってまして、あの空室の年限規定がありまして、7年個室であれば7年もの 100% やらなきゃいかんというルールになってるわけですね。そうじゃなければ単なる個室という表示しかできない。あ、はいはいはい。ところが沖縄の青森は伝統的にあの古い青森に新しいのを継ぎ足していくという質疑というのがあるわけですね。それをしないと古い酒はあの弱っていくんですよ。だから100年ものお酒をいっぱい飲めばあの70年ものからいっぱい継ぎ足すとか、70年ものを飲むと次は60年ものから継ぎ足すというふうに、一世代離れた酒を新しく継いでいくと酒が若返ると、その質疑の習慣は一体どうなるんだということで、今青森業界ではけんけんがくがくの議論があるということなんですね。これは尊重してもらいたいですよね。このなんか日本酒か何かのこのやり方をそのまま当てはめてるみたいな感じですかね。そうなんですね。この表記の仕方ね、はいはい、だから質疑っていうのがあるんで、あの300年もの200年ものがあってもそれはなくならないということなんですね。なるほど、はい、それではここで一曲お届けしましょう。泡盛物語、南大東島出身の民謡歌手浜里康幸さんが歌詞の中にいくつ泡盛の銘柄がたくさん隠されていますということで、いくつ島酒の銘柄が入ってるでしょうか。ぜひ聞いてください。時間がなくなっていた、CM も入れないといけない。あ、もういい、もう終わり、CM も入れないといけないんで、まあ、CM いいんじゃない。あ、CM が入らなければ強制で終わるんで、2分前にあプログラムされてるんで。いや、そっか、はい、CM 行っていいですか。もうエンディング2分もないです。これは青森の銘柄が50何種類でしたよっていうのを紹介して、はい、沖縄手帳発行人の時間、そろそろエンディングとなっておりますが、先ほどかけた曲の中には青森の銘柄が何個出てきましたかね。54種類あるらしいです、はい、そんな歌をお届けしました。はい、はい、それではね、今日は
今日もメッセージなどありがとうございました、うんうん、またあの来週はクイズがあるんですかね、はい、交互でやってみようかなと思います。クイズも面白いので、はい、ぜひまた来週も聞いてください、はい、あ、イリエンさん酒税法上焼酎ですね。そうですね。あ、なるほど、うんうんうん、はい、はい、私の方にもメッセージ来てますんで、はい、渡辺孝子さんからですけど、はい、真代さんこんにちは。来年の沖縄手帳購入しました。で実家の父もヤマトゥですが見やすいので毎年購入してます。今から父に届けに行きます。東京の方ですね、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは来週のテーマは何でしょうか。来週はね、1954年に起きた刑務所暴動事件というのを少し取り上げてみたいと思います。はい、また来週もぜひ聞いてください。番組へのメッセージ、ご感想などは沖縄手帳@gmail.com までお寄せください。沖縄手帳@gmail.com です。ファックスは0989430094番です。今日の放送また YouTube でもご覧いただけます。 FM 宜野湾沖縄手帳で検索してください。トワンシェ、またイーチェウガナビラ。